続いてこの1ヶ月で発生した類似事件の報告です。はじめに財務省の吉川事務次官、ご存知の通り国会答弁中に突如表次に札幌中央市議会議員3名、次有名小説家の S 氏、突然の断筆会見を開き芥山賞を辞退。続いて民放の看板キャスター、生放送中に出演者に愛を告白、振られる。そして最後、警察庁刑事局長が突如全裸になり省内を走り回って逮捕。何かおかしいかね、長谷川警部補。いえ、すみません。これらの多くは一部を除いて単なる珍事件として扱われていますが、いずれの事件も人格の急激な表変が認められます。先に挙げた対象者は全て表変する前までは精神に異常などは認められていません。つまり外的な要因がなければ考えづらい精神錯乱による異常行動です。精神錯乱？ただの偶然じゃないのか？誰かが人の心を操作してるとでも。先ほどの事件はあくまで一例で。やはり心の回答弾。静粛に進行を続けたまえ。ありがとうございます、冠城管理官。先ほどご意見が出たように、当該事件は半年前まで世間を騒がせていた事件。心の回答弾による会心事件の疑いがあると上層部は判断しております。しかし脈絡がなさすぎるんじゃないか。無差別にやってるようにも思える。動機も推測できんだろう。まるで愉快犯だ。以上の件を諸君に調べてもらいたい。なるだけ早くな。私が諸君に求めることは2つ。1つは本件を立件するのに十分な証拠を押さえること。2つ目はそれを短期間で行うこと。なぜかわからんが、上はこの件にご就寝だ。我々は結果を出さねばなら。容疑者は回答団のリーダー。改めてこの男を徹底的に調べ上げろ。回答弾ね。こっちの電車に乗るのも久しぶりだな。
なあなあ、驚いたか？会いたかったぞ。久しぶりだな。少し背伸びた？元気そうでよかった。モルガナもね。外は暑くなったから。マスターのコーヒーが冷えてる。なんでお前がトカゲなんだよ。サプライズ大成功だね。まったくお前ら、憎いことしてくれるじゃねえか。久々に会えるってのに何もなしじゃつまんねえだろ。だからマスターに頼んで開店前に入れてもらったんだよ。元気そうじゃねえか。そうだな、数ヶ月前のはずが随分経ったような気がしやがる。積もる話もあるだろうが、そろそろ店開けるからよ。続きは上でやりな。お前の部屋だ。好きに使え。その代わり、よし、じゃあ全員アジトに集合。